田中和彦は日本のアナウンサー、実業家、南海放送代表取締役会長、愛媛県伊予市出身。愛好高校を経て一流の末、1977年に早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業。大学時代は同窓の先輩、亀渕昭信に憧れ、アナウンス研究会に所属。入会当時の研究会長が、 吉田てるみだったほか、今井勲は同学部、同会の一年後輩である。今井は一年同入を経ての入学のため、卒業年は田中と一緒であり、その後は日本テレビ系列のアナウンサーとして同期となる。大学卒業後、RNB へ入社。スポーツ中継、ニュースキャスター、深夜放送を担当。管理職を歴任し、2014年6月に、 同社の代表取締役社長に就任。社長就任以降も、ラジオを中心に出演しており、毎年8月下旬の土曜シニアに、同じく RNB の元アナウンサーである、松沢初美と、ラジオで特別番組、和彦初美の座青春シャッフルを放送。長年レギュラー番組で共演した、林博史彦子が死去した際は、 自身が進行を務める形で追悼番組を急遽編成するなど経営側に回って以降も必要に応じて随時放送現場に携わってきた。現場を重んじるスタンスは社長から代表取締役会長になってからも変わらず2020年10月からは週1回のレギュラー番組パーソナリティとして復帰した。ありがとうございます。